ジーパンがな、ブカブカになってる。あかんやん、食べなきゃ。食べます。食べよう。和食やめて、あのそういうジャンクフードを主に食べますって言ったんですけども、次の日天丼食うてたからな。そうそうそう。宝塚劇場とシアタークリエって何が違いますか？それを今日知るのでしょうね。あ、今日はお集まりいただきありがとうございます。まあ、今日が、クリエの初日なんですけれども、北千住で3公演やって、みその座で5公演やって、で今日なので、なんか結構初日だぞっていう感じっていうよりかは、なんかそうですね、まあ、クリエにやってきたぞっていう感じの方が強くて、なんか出演者のみんなもすごくこのクリエに来る前の稽古場から、そして北千住名古屋ですごくあのいろんなことをこう挑戦して、本番中もなんかすごく絆がすごく深まった状態でこのクリエにやってくることができたのかなと、あの思ってます。あのすごく痩せましたし、たった8回しかやってないんですけど、もうみんな見違えるぐらい痩せていって、まあそれぐらい本当にあのダンスがね激しい作品なので、あのどん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 痩せていくんですけれども、多分北千住の時にもあの記者会見させてもらったんですけど、その時から多分写真見比べてもらったら、多分今日の方が随分痩せてるんじゃないかなと思うぐらい、あの頑張ってます。でもそうですね、ここから東京で30公演、約30公演かな、あるので、まあ、1公演1公演大事に、丁寧に皆様にお届けしていくことを目標に、あの怪我なくやりきることができたらなと思っております。ちなみに何キロ痩せたんですか？僕体重計乗らないんで分かんないです。測ってる？でもケニッキーが結構痩せたよね。いや、俺もともと痩せてるから。なんなんそのちょっと喧嘩腰。いやそんな別に2キロとか言って、2キロ、まあ、でも2キロは結構痩せてる。8日で、あ、8回で2キロ。でも僕らよりやっぱ全然、やっぱヒロキとかの方が全然動いてるんで、多分もうほんまに痩せてると思うんで。体重計乗ってみます。じゃあちょっとなんかジーパンがな、ブカブカになってる。あかんやん、食べなきゃ。食べます。食べよう。衣装ももう合わなくなってきてる。そこは、いや合わないことないと思うんですけど、まあでも確かに痩せたなっていう実感はしますね。はい。あ、そう、見どころですよね。あ、いやもうでもやっぱこの作品は本当にどうされました？大丈夫ですか？はい。まあやっぱ歌とダンスが非常にね、あの楽曲もすごく聞きなじみのあるというか、有名な楽曲も多いですし、なんかこの学生たちがね、あの一斉に揃って踊るナンバーとかっていうのはすごくやっぱり見応えがあるものになっていたら嬉しいなっていう思いでやってます。ミクさんはどうですか？そうですね、こうやってシアタークリエで初日を今日迎えることが、はい、できてるんですけど、このこれまでの8公演でこう違う2つ2カ所劇場でやらせていただいたんですけど、その劇場ごとにやっぱり私たち自身が感じる、まあ、空気感を含めお客様のこう空気も私たち自身がすごく感じながらやる作品なので、それぞれの公演がすごく面白くて楽しかったのを覚えてるんですけど、また今回シアタークリエならではのこの劇場ならではのグリースっていう作品の空気感が出来上がっていくんじゃないかなと思って、また見に来てくださる方々のエネルギーも受け取って、 この劇場で見られるグリースっていう作品を私たち自身またここから丁寧に積み重ねていきたいなっていう気持ちでいるんですけど、皆様にも心を躍らせながら作品を見ていただいて、楽しいエネルギーを持って帰っていただけたらいいなと思っています。有沢さん、いかがでしょう？はい、そうですね、北千住公演そして名古屋公演やって、まあ、僕たちもすごく今いい状況で臨めてるなと思いますし、お客さんもすごいこう乗ってくれたりして、まあ、一緒に踊ってもらう振り付けとかもあるんですけども、どん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 やっぱ振りやってくれるお客さんとかも増えて、なんかそういう一体感みたいなのもどん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 高まってきてると思いますんで、まあ、今回シアタークリエでいい状況で臨めるなと思いますね。まあ、見どころとしては、まあ本当にみんなこの多分グリースやってから、まあ
食生活変わった人もいるだろうし、ここぞとばかりにみんなその時代に合わせて、もうアッキーなんかすんごい香水振ってるし、ふざけんな、俺が一番振ってねえだろだからなんて言うんだろう、もうみんな、みんなのいやなんかすごいなんて言うんですかね、まあ難しいですけど、本当にもう五感で楽しめるような、あこういうの食ってそう、なんかこいつら見てたらこういう味するなとか、なんかこんな匂いがしてきそうだなとか、あの IKKO さんも言われてたんですけど、いやマジで、いやごめんなさい笑っちゃって、すみません。だ耳でもちろんあのそういう時代を彷彿させる音楽で、まあファッションもそうだし、本当にもういろんな視点で楽しめる作品だと思うんで、僕たちも演じてすごい楽しいですし、お客さんともそういう空気感みたいなのがなんか共有できてる気がするので、まああとシアタークリエで30公演で、このあと地方もまだありますんで、どん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 なんか一体感みたいなのをあの増していって、なんかもう本当にこう劇場を揺らすぐらいの、銀座を揺らすぐらい の, あのそういう作持ってる力だと思ってるんで、あのここからどん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 まだまだあの熱量を上げて頑張っていきたいなと思います。はい、有沢さんは役作りのために何を食べたんですか？まああのちょっとあの記者会見の時に和食やめて、あのそういうジャンクフードを主に食べますって言ったんですけども、次の日天丼食うてたからな。そうそうそう本当にあれな、結構見出しになってましたけど、はい、有沢さんのね、まあ、ちょっと見出しになろうと思って言ったのよ、うん、も次の日に天丼食うてたからな天丼、無意識に天丼、やっぱ僕和食が好きだでも意識やな、意識というか本当にこう食べ物もこう静かに食べるんじゃなくて、もうくちゃくちゃ食べるような、やだやだ、いやそれ、いやぐらいなんかすみません、なんていうんですか、もうそれぐらいのなんかあのワイルドさがあっていいんじゃないかなと、まあ、ケニッキーだからね、アッキーも隣でくちゃ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 思われてたから、なんて俺さすみません、なんか変な人なんです、いや和食のブリスですね、でもそれぐらいのなんか空気感みたいなのがあのやっぱお客さんに伝わってほしいなって本当に思います。仏美さんは香水を振ってらっしゃると、はい、あ全く振ってません特にこの二人が振ってます僕は全く振ってないんですけれども、はい、どんな香りがするんですか、ここからは。そうですね、やっぱりその日本の香りはしないですね、こう外国の香りしますね、2人からは。それをこういただいて僕は舞台に出てるって感じです。はい、あの分かんないですけど、多分香りが一番あの画面的にも紙面的にも伝わりにくいんですけど、はい、言葉で言うとどんな香りなんですかね、もうなんかフレグランスですね、はい、まあ大衆ですね、それが僕の。そうですね、はい、だからダニーのね、はい、昔はそういう香水をねたくさんありました。いや、はい、大衆です、大衆なんです。はい、はい、初日は、はい、あのギター忘れてあの下手から出るはずさんに紙手から出てきました。あの、まあ、初日じゃないですゲネプロか、はい、まあ、いろんなハプニングがありましたね、いろいろゲネプロなんでハプニングがあったんですけど、はい、全部言うな、なんか今日は言うそれはそう、怖いな、はい、じゃあ今日どんどん明かしていきましょう、はい、裏話を、はい、すいません、白木さん、こうやって見ていると皆さんカンパニーの雰囲気がすごくいいですよね。そうなんです、いかがでしょう。はい、あのすごく私個人的なことなんですが、あの私お迎えの劇場に9年おりましたのであのやっぱりこの通りを通るとすごくこう身の引き締まる思いというのがありまして、でやはり2年ぶりぐらいにこのあの場所に帰ってくるので、とても今日は緊張感もありますが、あの本当になんかこの皆さんにまず出会えて一緒に舞台をさせていただけることが本当に幸せだなって思う、本当にお一人お一人素敵な方なので、あのまずそれが本当に幸せだなと思ってます。なのでこのチームで作る作品を皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思ってます。宝塚劇場とシアタークリエって何が違いますか？何が違うんでしょう、それを今日知るのでしょうね。田村さん、はい、あのこうして見ていると皆さん同世代で、はい、こう新世代ミュージカルという感じが伝わってきますが、はいはい、いかがですか？そうですね、とっても楽しいです。なんか作品自体もこう青春ものですので、こう毎公演毎公演本当にみんなで青春をやっているなっていう感覚があって、またそれをいろいろな劇場であのここのシアタークリエに来るまで上演させていただいたんですけど、どこの劇場でもなんかそこの
客席にいる人たちみんなとこの会場の中みんなで青春を共有しているっていう感覚があるので毎公演毎公演その一瞬を一瞬一瞬を大切にしていけたらいいんじゃないかなって思ってます。田村さんおすすめのシーンはありますか？おすすめのシーンあります。あのグリースライトニング、あの、ね、男性陣がこうあの映画でも有名なこのあの汚い車をきれいにするぞって歌があるんですけど、かわいいな、すごいポップになったな。恥ずかしいな、そうやって言われるとなんか。でしょ、それがもう本当にエネルギーがもうエネルギーがとっても大きくて、で男性陣皆さん一人一人がすごく個性的でかっこいいので、そこが本当に毎度毎度あの袖から見みんな女性陣みんなで見て応援して大好きなところです。ありがとうございます。それでは最後にあの三浦さん、皆さんを代表して、はい、来てくださる皆さんにメッセージをお願いします。はい、そうですね、もう来ましたね、早かったですね。もうちょっと何か喋ると意外とお時間があれだったんですかね。もうネプロが始まってしまうお時間ということだったんですが、ですね、申し訳ありません。はい、僕たち8公演やってきましたけど、まだまだ残り40公演あります。すごく仲がいい、あの見ていただいたら分かる通りすごく仲のいいカンパニーで、あのこの中で生まれる空気感っていうのがその舞台上にもすごくそのまま生きてるシーンもあれば、なんかそうですね、この仲がいいからこそ例えばその仲が良くなくなるシーンなんて言うんですか、ちょっと険悪なシーンとかあるじゃないですか。なんかそういうシーンもすごくなんかこう楽しんでできているというか、やってても僕たちすごく毎公演毎公演が楽しくて、いろんなこう挑戦をしてみよう挑戦をしてみようということをやってきながらこの8公演やってきました。で残りあのまだ40公演近くありますけれども、日々のこの挑戦っていうものを忘れずに、あのカンパニーのみんなで仲良くあのこのグリースっていう作品を皆様にお届けできたらいいなと思っていますので、皆様どうか最後までグリースの応援よろしくお願いします。